まあ野球のことね、聞いてもあれですから。お、じゃあ。お、山崎選手以外、皆さん既婚者。はい。ですよね。はい。はい。だから、ちょっとね、結婚のアドバイスと、あ、はいはいはい、結婚のいいところをね、山崎選手にお伝えいただければいいんじゃないかなって思うわけですよ。でも多分響かないでしょ。わからないじゃないですか。すごいここにぐさってくることが来るかもしれませんよ。本人は多分分かってると思います。響かない、いくら言っても響かないですよ彼には。はい、なぜですか。言い訳言うと分かりますよ。分かりますか。はい、まあ、いい出会いを、いい出会いがあることを結婚のいいところですか。うん、まあ 山崎選手にも言うっていうよりも、まあ結婚のいいところもしかしたらその中で刺さるかもしれませんよ。ああ、なるほど。ね、結婚のいいところあります。子供は可愛いな。確かに子供可愛い。子供可愛いよ。今もおらんやん。おらんの、まだおらんのかと。これからは何やん。これから付き合う。なんなら俺の方が、あの、甥っ子おるから、まだ俺の方が。お前さ、おめえだけに甥っ子がいると思うね。おめえおんの。いいね。知ってるから。まあ、帰ってきたときに子供の顔を見る瞬間、あれが一番いいの。顔見てるおらんって言ってるんですか。犬の顔見てるだけ。犬、犬飼ってるの。何、かわいい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 ですね。この太郎が好き。リーグめちゃくちゃしまってる。うん、トリプル自分で伝えてるからね。じゃあ宮本選手マイペースエピソードをじゃあちょっとね、僕たちは別に以外ないけど、試合終わりやっぱ彼の素振りとか、